はい、どうも皆さん、こんにちは、すらかみです。夏休み、おうち日演で工作してみました。手作りね、ひもくじを作ってみました。材料はね、段ボール、ひも、景品です。景品を、まずこのように並べて、いろいろとね、作っていきたいと思います。作っていきましょう。まず、穴を開けます。そして、紐通す穴をいくつか開けます。こんな感じでね、ランダムで、たこ焼きのやつで刺します。穴からね、紐を通して、景品につなげます。こんな感じです。それをたくさんやってて、このように、それで四角に通します。景品と紐をね、縛りましょう。これで完成です。やってみると、引っ張ると、こんな感じでね。持ち上がります。兜が取れた。このようにね、段ボールと紐と景品をあれば何でもできるんでやってみてください。次はね、スーパーボールを作りたいと思います。ありがとうございました。